例えば、うん、やってみますかね。ポチッと、ポチッと。起動。コントロール、ういはい、これがタートルです。それではまずはトゥー。レクタンゴル、直方体を作るプログラムを書いてみたいと思います。はい、まずシフトキーで、ここにリピートが出てきました。じゃあ F1 でリピートコマンド。そして2回リピートします。何を？はい。前に、フォーワード100進みます。そしてライトターン、右に曲がります。90度。そしてフォーワード、前に200進みます。そしてまたライトターン、90度直角に曲がります。たったこれだけのプログラムです。はい、エンド。はい、これでレクタングルという直方体の前に長方形を作るプログラムが定義されました。ではやってみましょう。ドローンをきれいにしてレック。ポチッ。はい、できましたよ。きれいにして、ゆっくりしてみましょう。セット、スピード。これ、1割2と。そして、レック。はい、ちょっとゆっくりになりました。はい、それでは、ポチッと。ドローして、いよいよ直方体を作るプログラムを考えてみたいと思います。はい、トゥー直方、日本語かい。はい、角度を60度、そして下に60度ダウンして、そして右に30度曲がると。そして リピート何回にしよう。4回ね、4回です。はい、
4回何をするか。はい、さっき作ったレクタングルを書いて、そして前に100行って、そして今度はアップです。90度アップさせます。つまりこれをただ4回繰り返すだけで何ができるのか。はい、そしてこれでもうプログラム終了。直方体のプログラムが書けました。はい、それではやってみようと思います。直方できましたね。つまり角度、こういう角度で長方形書いて、こういってこういってこういって、これを繰り返し4回、こうして4回、こういってこれ4回やって元に戻ってこっち向きになっているというプログラムがまず書けました。それではまずこの積み木を積み上げるプログラムを考えてみようと思います。はい、積み上げる、作る、建設する、建てる、 to build、 build っていうのは建てるという英語です。はい、そして、繰り返し命令、リピート命令。はい、今度は3回繰り返しています。ね、3段階。はい。と、リピートの中に、さらにリピート。リピート3。はい。3回繰り返したのを3回繰り返すことね。はい。そして、この中で、はい。直、方を書いて、そして前に訳す。はい、そして move up。 これつまりこのタートルちゃんを上に上げる、持ち上げるってことね。はい、100持ち上げて、これを3回書いて持ち上げると。はい、持ち上げて、100持ち上げる。上に上がるからね。ちょっと待った。上のためね。100持ち上げて、そして、BK。バカじゃないよ。バックだよ。はい。バック。300後ろに下がりますと、これだけでできたことになる。さあ本当にできてるのかな。じゃあ実際にやってみましょう。きれいにしてスピードをさっきよりもうちょっと遅くしてみようか。今度は3分の1にしてみますね。はい、それではビルドをイルドやってみます。はい、直方体を書いて、あれ、どっかで失敗してますね。これちょっと待ってください。これは失敗してますよ。どこで失敗したんでしょうか。ほう、失敗すると、ひたすらバグった作業を続けていくことになっちゃいますよ。これでできたと言えるんでしょうか、この建築は。それではちょっとこれを直してみたいと思います。